いつも一人で学校に行きます。一番好きなラーメンは豚骨です。ニュージーランドに一回だけ行ったことがあります。二人一緒だと何でも楽しいね。世界で二番目に大きい国はどこですか？2月から1ヶ月間仕事を休みます。授業は3時に終わります。娘は今年で3歳になります。これを3つください。4月になったら花見に行きましょう。昨日ビールを4杯飲みました。母の家まで飛行機で4時間ぐらいかかります。テーブルの上にみかんが5つあります。友達は車を5台持っています。5時半に出発しましょう。
毎晩6時頃から晩ご飯を作り始めます。6月はよく雨が降ります。6日後に新しい家に引っ越します。これから7日間、毎日漢字を勉強します。祖母は7匹猫を飼っています。毎日7時に起きます。クラスに8人中国人がいます。学校に時計が8つあります。毎月8日に家賃を払います。来週の金曜日は11月9日です。インスタグラムのフォロワー数が90人増えました。今月の19日は姉の誕生日です。10日間ぐらい漢字の投稿をしています。10代の頃友達とよくカラオケに行きました。ありがとうの言葉だけで十分です。
100円玉は日本でとても便利です。日本語で100まで数えられますか？祖父はもうすぐ100歳になります。1000円あれば日本でいろいろなことができます。東京ディズニーランドは千葉県にあります。3000円はアメリカドルでいくらですか？日本の観光客が1万人増えました。日本では八百万の神がいると信じられています。波乱万丈な人生を送ってきました。父の趣味はダイビングです。祖父母は少し離れたところに住んでいます。父方の祖父はすでに故人です。母はとても頼りになる人です。うちは母子家庭ですが、それが何か？私の人生において、母以上に大切な人はいません。
困った時に助けてくれるのが本当の友達だと思います。いい友人を持ちましたね。友達だからどんな時でもそばにいるよ。私の学校は女子の数が多いです。このお寺は女人禁制だそうです。3ヶ月後に女の子のお母さんになります。私は次男です。男性用のお手洗いはあちらです。ピンクが好きな男の子もいますよ。来週の月曜日は休みです。今夜は満月ですから外が少し明るいですね。来月から1ヶ月間ヨーロッパに行きます。火曜日ジムに行って筋トレしました。もうちょっと火を強くした方がいいですよ。近くで火事があったみたいです。
この国の水道水は飲んでも大丈夫ですよ。毎日なるべくたくさん水を飲むようにしています。海水だからしょっぱいですよ。今週の木曜日、ジムに行こうと思います。髪は木から作られますから、大切に使いましょう。なぜか京都で木刀がお土産として大人気です。今お金があまりありませんから、来週会いましょう。金曜日まで待ちきれません。金色のガッシュが大好きです。今週の土日は暇です。新しく土地を買って家族に家を建てます。土で遊んだ後はしっかり手を洗ってくださいね。日本にたくさん人が住んでいます。誰だって本気になれば何だってできます。ここは本当にいいところですね。
休みの日はだいたい何をしますか？休日でも7時に起きます。ちょっと休憩しましょう。これは俺の物語だ。何語がわかりますか？トムさんは3カ国語話せます。1年に1回か2回海外旅行に行きます。毎年違う国に旅行に行きます。今年から1年ジムに通います。午前中にこの仕事を終わらせてしまいましょう。午前1時頃から雨が降り始めました。午後から会議が4つあります。前にここに来たことがあります。前髪を少し切りました。少しずつですが前進しています。
何か食べた後で勉強します。後ろから救急車が来ています。たくさん後悔した後に決めたことです。すみません、今何時ですか？たまには時の流れに身を任せましょう。8時に起こしてください。うちから学校まで電車で1時間かかります。名古屋は東京と大阪の間にあります。どんなに辛くても仲間がいたこと、今もいることを忘れないで。ここ最近毎日日本語を勉強しています。この薬を4時間ごとに飲まないといけません。毎晩寝る前に本を読みます。先生からいろいろなことを学びました。後で必ず追いつきますから先に行ってください。お先にどうぞ。
今から学校に行きます。今月は普段より忙しくなりそうです。今日は月曜日です。今何か言いましたか？いずれわかります。何度も間違えて間違えて今の私があります。テーブルの上に何がありますか？テストの点数が上がって嬉しいです。危ないからここに登らないでね。ちょっとエアコンの温度を下げてもいいですか？上下逆さまですよ。サムさんとは友達以上恋人未満の関係です。トムさんは左利きです。そこを左に曲がってください。左手で字を書くのはちょっと難しいですね。
そこを右に曲がってはいけません。父は左右どちらでも上手に字が書けます。大多数の人は右利きです。日本は北半球にあります。うちはここから北に20分ぐらいです。日本の北部では雪がたくさん降ります。いつか南極大陸に行ってみたいです。南半球は今夏です。東南アジアに行ったことがありますか？東京から大阪まで新幹線でどのぐらいですか？太陽は東から昇ります。昔アメリカの東海岸に住んでいました。京都は西日本にあります。太陽は西に沈みます。去年アメリカの西海岸でダイビングをしました。
今日は寒いですから外に出たくないです。日本で働く外国人の数が年々増えています。玉ねぎ以外全部入れてください。お名前は何ですか？トムさんの名字は何ですか？この国で有名なものは何ですか？このパソコンはあのパソコンより高いです。私は高いところが苦手です。兄も高所恐怖症です。いとこはまだ小さいです。近所に小川があるのでよく行きます。賞を一つお願いします。昨日は一日中家にいました。カバンの中も探しましたか？中ぐらいのサイズがありますか？
大きくて使いやすいです。今から大学に行くところです。毎日練習するのが大切です。映画は長かったですが面白かったです。市長は英語が話せません。日本語を長い間勉強していませんでした。半分だけ食べます。クラスの半数以上がベトナム人です。試験に受かる確率は半々ですね。もうすぐ7時30分です。ケーキを半分に分けてください。今から5分前に始まりました。卵が安かったので2パック買いました。元気そうで安心しました。何でも安ければいいとは限りません。
今日は学校に行きたくないです。学校で学べないことを教えてください。高校の時どんな学生でしたか？生きるのは大変なことばかりじゃない。これ生で食べても大丈夫ですか？この世界に生まれてきてくれてありがとう。父の趣味は山登りです。山の写真を撮るのが好きです。日本に行ったら富士山に登ってみたいです。時々うちの近くの川沿いを散歩します。先週寒すぎて川が凍りました。来週末河川敷でゴミ拾いをします。私のスマホは白です。そこは今は空白にしておいてください。最近白髪が増えてきました。
今日の東京の天気はどうですか？キャンプに行ったとき、天の川がとてもきれいに見えました。遠足は雨天決行です。昨日から雨が降り続いています。うちには傘やレインコートといった雨具はありません。友達の国には雨季と乾季があります。今日は雪の影響で電車が遅れています。携帯の充電器ありますか？明日の朝、母に電話しないといけません。元気ですか？ちょっと気持ち悪いです。彼女に気があるの？いつもは電車で仕事に行きますが、今日は車で行きます。東京までの乗車券の買い方を教えてください。暖かくなったらもっと自転車に乗りたいです。
お国はどちらですか？いつか日本の国籍を取りたいです。お国が違っても人は仲良くなれるはずです。日本円でいくらですか？今10円玉を持っていますか？うまく円が描けません。日本語が話せますか？暇なのでナルトを1話から見ます。友達と話して少し楽になりました。毎朝日本語の新聞を読んでいます。そんなの聞いたことがありません。姉は聞き上手ですから何でも話します。毎日ヨーグルトを食べるようにしています。毎週末食料品を買いに近くのスーパーに行きます。私の彼女は大食いです。趣味は読書です。
この記事を読み終えたら寝ます。これから日本語の勉強に子供向けの本を読みます。来週末一緒にどこか行きませんか？未来のことは誰にもわかりません。来週友達が遊びに来ます。ここに名前を書いてください。辞書アプリは結構便利ですよ。ひらがなの書き方がわかりますか？パスポートを見せてください。大丈夫です。見てるだけですから。日本でビール工場の見学ツアーに参加しました。すみません。今日はちょっと子供の行事がありますので。明日の朝銀行に行かないといけません。まっすぐ行ってあの角を右に曲がってください。出国ゲートはあちらです。
最近ピカチュウがあまり出現しません。まだ袋から出さないでください。ここに名前を入力すると新しいページが開きます。まだこの建物には入らないでください。プレゼントはもう少しカバンの中に入れて隠しておきます。会は英語でコミュニティやクラブという意味です。明日は出ないといけない会議が3つあります。会釈は大切な日本の文化です。毎日牛乳を飲むようにしています。牛は胃が4つあるそうです。牛肉の野菜炒めが好きです。週に1回学校で日本語を勉強しています。今週末予定がありますか？先週末どこか行きましたか？日本の人口は少しずつ減少しています。
ご飯少なめでお願いします。ごめんなさい。少しだけケーキ食べちゃいました。多少の間違いなら大丈夫ですよ。ちょっと多いですね。母はとても多彩な人です。もうすぐ新しい靴を買おうと思います。アプリに新たに漢字が加わるらしいですよ。最新の携帯は高すぎると思いませんか？古い慣習や伝統が必ずしも正しいとは言えません。私の彼は古着屋で働いています。ちょっと古いってだけで捨てなくてもいいんじゃない？みんな同じ空の下で生きている。空港までどのくらいですか？今日は土曜日なのに空いてますね。時々魚も食べますよ。人魚の存在を信じますか？
ここで魚釣りをしないでください。大切な人に花束と一緒にありがとうと伝えました。すみません、花瓶を落として割ってしまいました。天気がいいですからお花見しに行きませんか？今コンビニの店員をしています。ちょっとあの店に寄ってもいい？映画館の売店はやっぱり高いですね。サムさんはあまり社交的じゃありませんが、とても優しい人です。京都の神社に行ってたくさん写真を撮りました。いつかこの社会を変えるような大きなことがしたいです。片道のチケットだからもう後戻りはできない。ジョンさんは柔道の達人ですよ。自分の信じた道を進んだらいい。ここから一番近い駅はどこですか？私の地元は田舎すぎて、電車の駅なんてありませんよ。
今日は駅まで一緒に歩いていこう。人生の目的を見つけるのも人生の目的です。今年の目標を教えてください。私の役目はこれで終わりです。最近母の耳が遠くなっている気がします。耳鼻科に行くように進めてみます。お医者さんによると耳の病気だそうです。そんな口調で話さないでください。ただの悪口でしょ。悪い言葉が最近の口癖になっているから気をつけないと。握手してください。結構自分勝手な人なんですね。日本の歌手で誰が好きですか？恥ずかしいんですけど、実は私ちょっと足が臭いんです。日本の家は基本的に土足厳禁です。
多分1000円ぐらいあると思うんですけど、これで足りますか？昨日飲みすぎて頭が痛いです。いつもワインを飲みますが、時々ビールも飲みますよ。暴飲暴食は良くないですよ。ねえ、新しいパソコン買ってよ。昨日買ったゲーム、もうクリアしちゃった。買わなくてもいいものばっかり買わないでよ。あれだけ傷ついたのに何も学んでないの？独学で日本語を勉強しているそうですね。失敗から学べることは多いですよ。そろそろ自立した方がいいのかな。昨日歩きすぎて立てない。仕事と恋愛の両立がこんなに難しいとは思わなかった。